はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、またまた来ました、無性に甘いものが食べたい周期ね。ミスドさんの限定新商品で抹茶とかを使ったね、和風のドーナツが出てるっていうのを発見したので、今回はね、大量にミスタードーナツさんのドーナツをね、いろんな種類買ってまいりました。はい、ということで、ただいまね、商品の方すべて出揃いました。緑尽くし。甘いもんだけじゃかなりきついので、ココイチさんのね、カレーも用意しております。それではいただきます。手ベトベトするんで、いつも通りね、これつけていきます。そしたら最初に限定と、これがポンデダブル宇治抹茶ってやつですね。うん、うまっ。ポンデリングって無敵じゃないですか。もちもち感とか最高じゃん。しかもね、これ、まあ、抹茶の風味はするんだけど、甘すぎないんで、何個食べてもいける。うん、うまっ。そしたら次、この白い子、ふわもち宇治抹茶&きなこホイップってやつですね。ちょっとこれ名前長いからさ、マジカンペ見ながらじゃないと言えない。うんまけど、あんま黒蜜。多分ね、生地とクリームに宇治抹茶入ってるんですけど、黒蜜っぽい味の方が一番強いかもしれない。生地がね、ふわふわしてる。これこれもね、ふわもちって感じ。続いてこちらっすね、ふわもち宇治抹茶の黒蜜でございます。クリームがない分、さっきよりも甘さ控えめだし、このね、上のチョコが宇治抹茶の香りしっかりするんで、甘みと香りとほんのりとしたね、後味の苦みが加わって、結構ねバランスいいっすね。こんだけさ、甘いもん並んでると幸せなんですけど、毎回思うのが食べきれるかなっていう。その不安はね、もう毎回思います。続いてこれはなんだ、ふわもち宇治抹茶のあずきもちみたいですね。なんか、お、中もね、こんな感じ、ほんのりと小豆とお餅っぽいのが入ってますね。あ、うまーい。あ、うまっ。やっぱり小豆が入ってると和スイーツっていう感じが一気に増しますね。今までのはチョコとかクリームが強かったんで、宇治抹茶の風味はするんだけど、洋菓子って感じだった。でもね、これは和菓子って感じ。今のとこだけど、甘いものによるきつさは感じてないです。まだまだ余裕。ちょっと口の中がボサボサするんで、牛乳いただきます。お、1リッターギリギリ。今日はちょっとビールじゃないですけど、乾杯ということで。ね、しっかりこぼした。しっかりとこれこぼしました僕。ちょっとね、一旦しょっぱいもん挟みます。これエビグラタンパイかな。あ、うまい。うん、うまい。マジでこのエビグラタンパイ、
町のパン屋さんとかに引けを取らないぐらいうまいパイなんですよね。うん、うまっ。そしたらまたね、続いてこのパイ系いっちゃおうかな。こちらが宇治抹茶チョコの小豆白玉パイでございます。シンプルにうまっ。またさ、このパイ系の甘いやつ、ドーナツとは違った良さあるよね。うん、口の中ただの砂漠だ。飲み込めねえや。今のパイね、おそらく限定商品の中では一番ヘビー級だね。すげえ重い一個だね。そしたら続いてこちらかな。これまあ限定じゃないと思うんですけど、僕初めて見たんですよね。シュガーコーティングされてて、これね美味しそうだなと思って買ってきました。うん、すごいねこれ。生地はふわっとはしてるけど、噛んでるとね、密度がすごい。ぐっ、ぐってなる。大食いには向いてない。うん。そろそろね、甘いもの以外、ドーナツ以外のしょっぱいもの食べたくなってきたんで、カレー開けちゃおう。よいしょ。本日のカレーは、ポークカレーに、ほうれん草とロースカツをトッピングさせていただきました。うん、やっぱりね、この甘いもんの間にしょっぱいもんって最高にうまいっすね。すごい、やっぱ密度がすごい。続いてオールドファッションの砂糖コーティングしてるやつ、名前わかんねえや、なんだっけ。ま、このオールドファッション系とか、このシュガーレイズドとかとさ、牛乳って最高にうまくないですか。結構大食いの子とか、まあ、動画でもね、ミスタードーナツさんやってますけど、40個とか食ってるじゃん。俺絶対無理だわ。うん、だってぶっちゃけ僕は今ね、もう結構来てます。甘いなって思ってきてる。今日5から頼んだんだけど、甘い辛い甘い辛いってなっちゃうと、普通よりもね結構辛く感じる。やっぱこういう食べ方すると5からで十分カレー。うんうん、カレーの方は完食でございます。続いてこちらと、フレンチクルーラーっすね。みんな知ってるよね。もう紹介しなくてもいいよね。あるこれ、秒でなくなる。うんうんうん、シュガーレイズドと、これうめんだな。
砂糖コーティングの揚げパン感がある。なんかね、どっか懐かしい。しょっぱい系のパイで、これね、何パイかわかりません。ソーセージと卵。うん。結構シンプルだ。めちゃめちゃ今のオアシスだわ、これ。女神でございます。麺すごいね、縮れもちもち系だね。フライ系にしてはめちゃめちゃもちもちしてんな。しょっぱいもんで復活した。したら続いてまたポンデと、これもね、名前が分かってないです。でこんなポンデ初めて見たわ。シンプルでうまー。ポンデ部分はね、もう完全にプレーンみたいな感じなんで、結構シンプルな収まりでうまい。終盤にありがてえ。しょっぱい甘いで無限ループだなこれ。麺もなんかブリブリもちもち系だし、椎茸もね、結構だしの香りが効いてるから、その魚豚のラーメンとうどんの中間って感じ。あっちそしたらね、こちらで最後でございます。最後は、ポンデ宇治抹茶きなこホイップ小豆っていうメニューでございます。あれ、ラストのメニューで優勝を見つけたかも。うん、抹茶きなこ小豆にホイップ入ってて、絶対混ぜたきないじゃんこれ。これ確実に優勝だな。そしたらこちらでドーナツ最後の一口でございます。うん、あわー、うまかった。ごちそうさまでした。はい、ってことで、ただいまね、ミスタードーナツさんの限定商品とレギュラー商品をお店に行って、気になったものをざっと買ってきまして、すべて完食いたしました。これね、宇治抹茶シリーズ全部ね、最高だった。甘い中にもしっかりとね、宇治抹茶のほんのりとした苦味も加わっていて、抹茶感もある美味しい限定商品でしたので、ぜひ皆さんもね、この気になったメニューがありましたら、買って食べてみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。いやー、それにしても甘いもんをね、こんだけ食べると眠いねー。いや、お昼寝しよう。